おはようございます。今11時、あと30分ぐらいで出かけようと思って準備してます。今から水筒に入れるコーヒー作る。今から銀行と郵便局寄って、それでそのまま出かけます。本人の誕生日祝いで1泊ホテルに泊まる予定です。ホテルは1泊だけだけど4食付きで、着いた時にアフタヌーンティー、夕飯、朝ごはん、そんで多分チェックアウトの時なのか朝ごはんの時なのか、チェックアウト後に食べるランチ、お弁当をもらえるみたいです。4食付きなので今日は何も食べずにとりあえず向かいます。冷たいウーロン茶とあったかいコーヒー、これで毎日私と本人でドライブ中に飲む。まずダウンタウン出てきました。あと銀行寄って、あと郵便局、車を そこら辺の駐車場に止めていきます。そう、あと1週間でさ、Vlog 始めて1年になるんだけど、1年、は続けようと思って始めて1年経つから、これからもダラダラ続けるのかもうやめるのか、考え中。でもなんかどっか出かけた時はやっぱ撮りたくなっちゃうだろうしなって思うんだよね。今銀行行って郵便局行って表示が終わったのでホテルに向かいます。ホカンスだね、山がめっちゃ真っ白で、だけどさ、目ってすごいね。目で見るともっとすごい近いのに、カメラで見ると結構遠いよあれ。目ってすごいね。やっぱあれに山に今目がめっちゃフォーカスしてるからすごい近くに見えるってことでしょ。カメラもズームイン機能があるよ。ズームインはあるけどさ、色が使わないだけで、ま、ズームインはあるけど違うじゃん、なんていうの、もっと広く撮ってるだけだな。画面が小さいものもあるし、大きなものをちょっと小さく表現してるからカメラに。そっか、じゃあ今はズームインで撮ってみた。ズームインでこんな感じで目で見えてる、雪がめっちゃついててかっこいい。真っ白。木の部分もね、木の上に雪がついてる。木が結構色がなんていうの、グレーみたいになってる。面白い。今なんだ工事じゃないよ、事故に遭った車の救出作業してるみたいで、今道が止まってて、そしたらみんななんかいきなり雪かきとか始めて、あの人がトラックの荷台に乗ってる雪を自分でかき始めた動きそう。今なんか外に出てきた車の人がいきなりバーって、ね、慌てて乗ったから車に動いた。やっぱそうで、おとといに落ちたあのトラックを拾ってるんだよ。まだ落ちたままだね。クレーンで釣ってる。すごいね。でっかいトラックが落ちて。来た。ここ。こういったいつもの道だ。どうやって行くの？左？なんかそれわかるんだけど、その後どこでグラシーレイクの方に向かうんだけど、隣町のダウンタウンらへんを通過中。道が舗装じゃなくなるのでガタガタするけど、思ったより雪がちゃんと取られてる。どこが止めれるんだ。ね、どこだっけ、ロッチ。もっと先？到着、無事つけた、よかった。ありがとう、本人。なんだろうね。なんかね、新しいの建ててるね、新しい。宿泊施設だよね、あれ多分ね。ロッジ？ちょっと部屋を拡張してんのかな。着いた。トイレ行きたい。うん、もう雪景色やね、すっかり。ありがとう。どうぞって来た。いただきます。多分焼き菓子来ると思うけどな、後から来ないかな。紅茶2杯目、普通の紅茶にしたらもうこんなに減っちゃって、クラッカー全部食べたらもっといるって持ってきてくれた。なんかマスタードは意外と美味しい。なんかただマスタードなのにちょっとつけるだけで美味しい。すごい。すごい、めっちゃ可愛いデザートが1人1個来た。これはチョコレートブラウニーで、ホワイトチョコブラウニーで、スイートポテトのパンケーキ、ブレッド、超すごい見た目いいねって言ったら、味もだよって、甘いんだけどこの盛り付けによりとても上品な気になっちゃうなんかとても上品なものを食べてる気になる。すごい甘いけど盛り付けが最高じゃん。チェックインした。うん、そう、ここから下がってる、外から行かなきゃいけないかと思ってたけど、ちゃんと中から行けてよかった。2階。こっちじゃなくてそっちなんだけど、こっちも開いてるね。あ、こっち側窓が両面にあるのか。まあ、こっちじゃなくて、うちの部屋も開いてるね。こうもうドアが開けっぱなしだったのだ。このイーグルっていう部屋。いいね。うん。ちょっと屋根の上だけど、でも景色見えるよ、ちゃんと。うん、ほらほら。あ、綺麗じゃん。うん。いいね、いいね。うん。で、ウェルカムドリンクっていうか、水置いててくれて、水は別にタップウォーター、うん、水道から飲んでも全然平気だよって言ってた。トイレこんな感じで、あそこのホテルはそこ禁止のホテルで、ロビーからずっと土足禁止。あれ待って、このお風呂ぐらいはちょっと B さんかなんか履こうかな。あのキーマウンテンソープのローション置いてくれてる。ローションじゃん。ハンドウォッシュ、レンタオル。なんかちょっと髪の毛落ちてるけど、うん、まあまあまあ。とシャンプーとかもコンディショナーもロッキーマウンテンソープ、地元の会社のやつ。ベッドも飾りこんな感じ。別に横になったの？横になってないよ。ただ私いつもホテルに来たら一番上の布団って綺麗じゃないじゃん。だからこれでもさ、このシーツは多分一応私たちのためじゃん。だからこういう風にするのが好き。荷物とか置いて散策。こっち側も部屋なんだね。そしてこっちがベランダ。夏だったらここでお茶してる、いつも。そうね、ベランダ付きの部屋、あっちは。あそこでお茶してるね。あ、川が流れてる、うん、ここいつも湿地帯みたいな感じになってるけど、もうすっかり雪が積もっちゃってる。うん、うん、天気めっちゃいいから綺麗だね。そうだね、今結構あったかいね。こう上に行くとうちらの部屋があっち。今ベランダ出てて、こう見て、ここがロビーというかラウンジっていうかダイニングエリア、さっきお茶してたとこで、部屋がそこの屋根の上のとこに、この窓が3つあるうちのその3つね、内側のあそこがうちらの部屋。今これラーチが黄色くなってんじゃん。で雪の上に落ち葉が落ちて黄色くなってんの、雪が。超綺麗じゃない？ほら不思議。だってこんなに冬空じゃない。あー冷たい。そんでこの雪だるまがチュッてするんだよ。チュッてするんだよ。そしたらヨン様が「俺はこいつが羨ましいな」って言うんだよ。え、なんでってテジュウが聞いたら「ポッポしたじゃない」って言ったらテジュウがいきなりチュッてするんだよ。ここ今5部屋新しくグランピングできるテントを作ってるみたい。中にヒーターとか電気とかシャワーも完備してて、ただ壁がテントだっただけで普通の部屋と一緒だって言ってた。もう今作っててあと数週間でオープンするって言ってた。ストーブも大きいの入れてるから冬もあったかいはずって。こっちら邪魔かなこれ今6時50分45分ぐらい、お茶してちょっとゆっくりしたり散歩したりした後に多分2時間ぐらいかな、ゴロゴロしたり昼寝したりしてて、で7時からご飯夕飯なので支度して下に降りていこうと思います。あれ？あ、ホミ閉めてくれてたんだ。それ私が開けちゃったんだなんかいい匂いしてきたよさっきから。全部つなげたんだ。日が降り散るのが7時10分ぐらいで、今7時10分前ぐらい。ここでみんなで夕飯食べるって感じみたい。好きな席選んでいいって言われたから、もうここに座っちゃおう。山丸見え、丸見え、山丸見え、山たくさん見える。あれな、山が見える、うん、よく見える。Through them. Do you like lighter or darker beers? Lighter beers. So let me point a couple really nice ones. People Skills Cream Ale. It's from Calgary. It's People Skills is a local Calgary beer. People Skills Cream Ale. Yeah, you want to try that one? For sure. For yourself? You're good with that? Okay. What room were you guys in again? Eagle. Eagle, thank you. I do have house wine, I'm just not sure. She's asking for a Malbec. It's the Valpocha, it's the regular house. Hi guys! And then this is such a nice drive though. Welcome. 今日のディナーは3コースらしくて、今アピタイザー。さっきパン切って、その後今アピタイザー。美味しい。なんか誰も写真とか撮ってなくて恥ずかしい。みんな今16人ぐらいで一緒にご飯食べてる。メインが来たチキン、なんか野菜とライスとかいろいろ。デザート来たチェリーパイとホームメイドアイスクリームだって、パッションフルーツのアイスクリームだって。チェリーだけじゃなくて梨とチェリーのパイだった。美味しい。アイスクリームも爽やかで美味しい。ご飯終わって部屋に戻ってきた。めっちゃお腹いっぱい。なんか泊まってる人みんなとご飯一緒に食べるっていうスタイルで、16人でっかいテーブルに座って右隣とか左隣の人とたまに喋りながら、まあほとんど本人と喋ってたけどね。なんか隣に座ってた人はポーランドの女性一人で来てて、自転車で旅してるって言ってた。雪道を今日自転車で来たって言ってたよ。すごい。なんか1週間前かな、バンクーバーでカンファレンス仕事で来てて、プラス1ヶ月休み取ってついでにカナダ旅行してるって言ってた。ね。どうしたの